おいごら。ああ、おお、どっちさん、こんばんは。体調どうですか。熱下がりました。あ、マイクの位置が。どうさん、熱どうですか。お腹痛いです。あらま、熱は下がったですか。熱あります。あらま、あらま、今何度ですか。ていうか、ダスさん、あの後 37.3 です。おー、でもちょっと下がりましたね。よかったよかった。じゃあちょっと楽になりましたかね。多分死にます。お疲れ様でした。死なないでしょう。その熱では大丈夫です。でもコロナじゃなさそうですね。大丈夫でした。今日仕事行ったんですか、ダチさん。あ、もしかしてクロスプレー多いんだと。オフやね。よし、 CF やっていきましょうかね。早速、今、休んで CF してました。ダッチさん。バレるんちゃいます。チンチン。あ、イッサさん、ありがとうございます。来ていただいて。イッサさん、どうですか CF。え、だってさ、CF どうなんですか、ね、その。こんばんは。あ、ユーモさん。こんばんちんちん。あ、ティニーさんもありがとうございます。ユーモさんどうですか、CF。ティニーさんも出てますよね、今週。調子どうですか、CF。よし、私もやってきましたよ。10戦目。6勝3敗。もう覚えてないです。あはは、覚えてない。まだゼロです。あ、イッサさん。イッサさんアップデートちょっと大変そうですね。あ、ティニーさんまだゼロなんですね。やっぱ守備が。ザンドさんとフレマします。あ、そうなんです。7-4です。おー、ユーマさん調子いいですね。そっか、イッサさん守備がきついって言ってましたね。今ペレいましたね、相手。守備か、貫通するって言ってましたもんね。ピグさんも。お相手さんをチンチンマドリード。オキムキムマドリード。2人とも何言ってるんですか。おお、ジノラいるな。今名前見てください。あ、マジっすか。ピンボールみたいなボールの挙動にイライラするので明日にします。だって書いてあったんだもん。え、マジっすか。あら、まあ相手の方もお好きな方なんですね。じゃあ来た。あ、弱い。サッカーしてヘトヘトで帰ってきて、さっきまで爆睡してたので今から配信しながら CF する予定です。うわ、さすが引き寄せ本手や。ちなみに -4 です。あ、そうな。あ、ダッチさん全然調子いいやん。さすがの引き寄せ。あ、そうかそうか、ユーモさん、そうかそうか、切られましたね。なんで切ったんでしょうか。引き寄せましたね。せめて1点入れてから切ってほしかった。ユーマさん、そうか、昨日あんま寝れてない上に今日、ね、何がすごい。あ、相手の名前ですか。ちなみに明日も6時半。あら、もう早っ。逆さまの顔。ユーマさんタフやな。なんか知らんけど最初 5-1 でした。おお、すごいやん。ダンさん全然。配信モノナだけあって引き寄せ。例のあれ、今日は大幅プラスです。お、マジっすか、ティンさん、すご。すごいな。マジっすか、なんでなんですか。私結局 B やってて、まあまあいいっすよ今日 B。 っていうか、あの、今日こそやりをしますか。あ、そうですね、フレームし、え、まあ、ダッチさん、明日にしましょう。明日に。いろんなものが売れますね。いろんな、あ、そうなんですね。今日なんか来てましたっけ。ダッチさん、明日にはもう復調してるんじゃないですか。ね、ちょっとまだ今日はでも CF やってますもんね。そっか。から血が流れます。あら、まあ怖っ。
館長こんばんは。館長、まあ、イッサさん、イッサさんじゃないダッツさん、やりましょうか。じゃあ今日は元気そうやし。あーブッツさん館長完全に調子が良くなるってことです。ダッチさんなおった長官坊やりますか。やりましょうか。これまあさっきやりますか。じゃああの来たベラッティ良くないですか。皆さんめっちゃ欲しいんですけどベラッティ。まだ熱下がってないけどお腹ぐるぐるしてます。あそうかそうか、まあお腹痛いだけやったらね。まだあの誰かがめちゃくちゃ良いとツイートしてました、ね、本当ですか。あのオアイランお金ないんでね、今オアイラン打って買おうかなってちょっと悩んでるんですよね。オアイランをあのポリターノに変えて。やっぱりドリブルしやすい気がしますね。なんかパクとね交換しようかなと思うんですよね。いずれはあの今のこのベナセルのポイントアンカーでね使えるかなとも思ってて。いつやるかは任せます。あ、本当ですか。ダッツさん今何やってるんですか。今何もやってないんですか。あはん。ダッチさんは今オナニです。こらこら、イッサさん。もうイッサさんさ。あ、タボさん、こんばんは。今はゴロゴロして Uber EATS できるの探してます。あ、じゃあ出だしからコラコラ聞けてごちそうさまです。よかった。じゃあダチさん Uber 食べてからにしましょうかね。キミヒも良さそうですよね。やられた。お、ロイスや。ロイス。巨乳のコウーバーお願いします。そんなんできるんですか。あ、しまった。普通に反応してしまった。もう私も慣れてきてますね。ケツでかい方がいいです。ダッチさん。何頼もうとしてるんですか、ウーバーで。あかんかん。アワヒメです。なんすか、アワヒメって。あ、やられた。あ、そういうことか。ダッチさん。今日は叫びすぎて怒られないように www。 そうですね、気をつけます。あ、忘れてください。いけねえ人だ。いけねえ人だ。あああわひめ www デリヘル。ほらほら、
落ちた。コッコさん、体にいいご飯って何ですか。あー、お鍋いいんちゃいますか。タチさん、野菜取れるし、この前のあ、でもチゲ食べたらお尻痛なるか。ちょっとね、体温まるし。おかゆ。あ、おかゆ。確かに。胃にいいですね。鍋はいいですね。鍋いいですよね。野菜取れるし。あ、ラーメンスープにして麺で締めましょう。それラーメンですよ。それもうほぼラーメンですよ。トップさん。まあ鍋ラーメンいいですよね。こう野菜もいっぱい取れるし、作るのちょっとめんどくさいかもしれないですけど。健康のために鍋言ってますけど、ケツも心配されるのは何回かせりつくせりってやつ。え、ん、あ、忘れてください。分かんなかった、ごめんなさい。あぶな。 B レア今出せば売れますか。あ、 B レアは今売れないと思います。コッコさんは鍋の締めは何派ですか。あー、何派、あー難しいですね。やっぱ雑炊が好きですかね。まあ子供がいるんでね、もう麺がね初めから入ってるんですよ。あの麺とかうどんが、なんで。うどんじゃないんですか。うどん、麺かうどんかがもうすでに入ってる状態なんで。炭水化物パレードですね。そうなんです。でも私はあんま食べない、入ってても食べない。ご飯がいいんですけど、ご飯もね食べないようになるべくしてます。夜やっぱり食べるとめっちゃ体重増えるんですよね。なんでなるべく、あの、夜は炭水化物取らないように。夜炭水化物取らないとあんまり体重増えないんでね。鍋の締めはお尻。どういうことですか、磯さん。お尻鍋の締めはお尻、どういうことやろ。皆さん何派ですか。ラーメンじゃなくて鍋の締め。やっぱ地域性あるんですかね。なんでルシオ。僕チーズリゾット。変化球きましたね。ああでもチーズリゾットいいですね。チゲにも合いますよね。あ、チーズリゾットか。え、ご飯とチーズ。あ、たくん、ありがとうございます。たくん結局でも CF も盛り返してましたね。さすがたくん。結局締めて残ったスープで雑炊にしたいです。あー、いいですね。ダブルですねそれ。たくん結局5バックやめたんですか。締めはステーキです。いや、13-7 でした。あ、でも 13-7 やったら全然ねえ、全然いいじゃないですか。まあ、タックンとしてはちょっと不服。まあ、でも全然ねえ。あー、やばいな。あ、時間まだあるか。さて、今日私がいただくのは親子丼ぶりとハイからうどんセットです。あらまあ、ダッチさん、ダッチさん、めちゃくちゃ炭水化物じゃないですか。うどんに親子丼って、え、なんかあれですね、中尾みたいな感じ、中尾みたいなメニューですね。
鍋ないんですよ。鍋ない。そうか、鍋ないんか。ちょっと作るのはしんどいですかね。あ、うまい。うわー、マジか。ブファー、マジですか。ここでの失点は痛いな。あ、間違えた。サイド走ってなかった。食べやすいうどんにしました。中尾にお世話になります。今日はコストコで夜食べました。あ、そうなんですね。コストコで夜。コストコってあのあれのイメージですね。何でしたっけ、あれ、ホットドッグ。ホットドッグ以外もあるんですか、コストコって。あ、嘘。ヤンキーですね。まあ、たまにはね、そういうのもいいですね。間違えました。ジャンクですね。え、そのもジャンキー。ファイブやめました。あ、やめたんですね。何にしたんですか、タックン。僕はチョコバッキー食べてきました。チョコバッキー、なんですか、チョコバッキーって。あ、チョコバッキー、え、チョコバッキー、タオさん、チョコバットみたいな感じですか。お菓子。あ、今日ツイートしてた。サトレーゼのアイスです。今日ツイートしてたやつですか。あれ、あれタオさんでしたっけ。ソース。あ、あれか、あれ美味しそうでしたね。あ、あれシャトレーゼなんですね。タボジン、こいつは嘘をついている。嘘の匂いがプンプンするぜ。あ、嘘ですか。チョコがバキバキでアイスに混じってて美味しい。あー、美味しそうですね、それ。私アイス好きなんですよね。その前にラーメン食っているな。マーラー混ぜそばも食いました。 WW。 あ、まあ、あー、それもツイートされてましたよね。そうか、見た見た。汁なしの美味しそうでしたね、あれも。あ、もうこの人時間稼ぎ出したな。ちょっとこれは失敗したな、この試合は。立ち上がり美味しそうだった。美味しそうでしたね。昨日も二郎系食ってて、今週はラーメンウィークです。うらやましい。あ、やっぱラーメン美味しい。なん、ラーメン美味しいですよね。ラーメンってね、なんであんな美味しいんですかね。10時50分にうどん来ます。あ、わかりました。10時50分。じゃあ、あ、じゃあさっきやりましょうか、1試合。達さん、今から。やりますか。負けちゃいましたね。やりましょう。翔太、スタバと放置目標を着てて、放置主張がはかどります。ありがとうございます、ルーキーさん。あ、あれか、あのあれか、百姓のやつですかね、あれ。こんばんは。あれもさ、ご無沙汰です。音符来ていただいてありがとうございます。どれでしたっけ。勝たなくていいんです。勝たなくていいんですか、あれ。100試合なんか、あれ、こっちか、これか。センチュリーオンズ、センチュリーオブマッチ。あ、本当や。あ、スカバとかディビライで100なんですか、これ。うわ、88デイズ。あ、全然いけるな。じゃあこれは放置しててもいけますね。きついな。これ皆さん、これやってますか、この、100SBC のやつ。私、ようやく81来たんですけど、これめっちゃきついですよね。
これほんまにな、きつい。これで皆さん、あの、何でやってますか？まだやってないです。あ、ぬきさんやってないですね。私ブロンズからあのシルバーアップグレードでシルバー手に入れてやってるんですけど、いけます。あ、いけますか？めっちゃ大変じゃないですかこれ。皆さん買ってるんですかねこれ。あ、大さん、私あのクロスプレイオフにしてます。タッチさん、あ、3-3か、ダチさんと。お、いいですね。あれ、今日なんかこれ切れちゃうな。BTM の売り上げがあればまだできましたけどね。あー、結局私 B でパックね、開けてやってますよ。ティンさん、今日でも結構売れますよ。あの、いろんな選手が値段つくんで、あのトルコリーグの選手も結構、ベルギー選手も350で売れますし、あの戻ってきてますよ。あれでリストパンパンです。あ、そういうことか。怪我してました。怪我してました。あれ、どういうことですか、確か。あ、そういうことか。パンパンでできへんってことか。あのね、他のね選手たちもね値段戻ってきましたよ。あの、何でしたっけあれ、リーベルとかスダンメとか、リーグアンとか。なんであとレアだけがね売れたら、まあレアはまああれ、よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。あれ来てからですよね、何でしたっけ、アイコン SB。 おー、キンペンベイ、キンペンベイ、今日キンベアかぶりが出てさらに騙してます。あ、そうなんですね。お願いします、ダッシュさん。ダッシュさん、キンペンベイ勝ったんですね。あれ、ジダンかな、さっきの。あ、なんか変なことした。ダチさん、リーグアンとかリベルタは目標 SBC で値上がりしてますね。あ、そうですね、ようやくね値段が戻ってきましたね。選手はね、あの、もうリーグアンの選手とかね全然値段がつかなかった。もうね叩き売られてたんですよね。なんですけど、今週じゃない、昨日からか、やっぱりあの T、何でしたっけあれ、マーキーが変わったの大きいですね。マーキーが変わって、あ、出た、ダチさんのコントローラーのカチカチが聞こえてきそうなプレー。マーキーが終わって、あのオランダリーグのねやつがなくなったから、でTOTW も今ブロンズから出ないんで、あ、出た、ラチさんの。ラチさんのカチカチ煽り来た。ブロンズでかなり利益出ますね。あ、本当ですか、よかったよかった。そうですね、私今あのアップグレーに回してるんでね、あの 100SBC 解くために。でも今日だけでね、100、あのシルバーの SBC のアップグレーで、あの TOTW が3枚ぐらい出ましたよ。あれ、今週出やすいですね。猫さんか、猫さん、猫さんじゃない、鳥さんか、鳥さんもつぶやいてましたかね、それ。
タボさんでした。タボさんがつぶやいてたんでしたっけ、それ。今週6枚くらいありますね。あ、6枚もあるんですか。あれ、あ、失敗した失敗した、あんなん出てしまった。トリさんじゃなかったでしたっけ。あ、ごめんなさい、トリさんでしたか。誰かに返させてほしいです W。 失礼しました、タボさん。そうですね、あれトレカーだったらもうほんま嬉しいと思いながらパック向いてました。シルバーリベルタと勝てるといつもがっかりなのに今は嬉しいですね。ねえ、リベルタもね、ちょっとずつもう値段戻ってきてますからね。まああれもリーグ SBC がある期間なんで、もう1週間ないんでね。まあまた、なのであれが終わったら今まで通りの B に戻りそうな。あ、選手ロックしてきた。あ、いた。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。調子どうですか。調子、ですね、今、これ今がだ、ダッチさんとね、しプレーマーしてるんですけど、6-3だったんですけど、今日先1勝1敗して6-4か、今6-4です。すいません、回りくどくて。あ、危ね。今日なんか携帯が。お疲れ様です。おかしいな。あ、梶川さん、今日もありがとうございます。カバさん、どうですか ?CF。やってますか?調子どうですか?あ、調子いいね。今これはね、あの、ダッチさんと今、フレマ中なんですけど、6勝4敗。今回絶不調でしょう。あ、そうなんですね。アップデートの影響ですかね。こう結構上手い方が今回のアップデートでなんか苦戦してる印象ありますね。なんかあのゴロックもね、ちょっと苦戦してましたし、ピグさんもタックもね、言ってますし、やっぱりちょっと今週はだいぶ仕様が変わってる。やばいやばい、これ。あ、よかった。確かにランク1の方も3ぐらいになってたり荒れてますね。あ、そうなんですね。何なんでしょうね、今週。ダッチさんってどんな、あれだ、これか、そっか。あ、カントナ買ってましたね。結局みんな不調ですね。あ、誰が調子いいんやろ。シュートに持ってけないですね。あ、本当ですか、ダッチさん、嬉しい、そんな風に。いや、持ってかれてますよ、何回か。私、まあまあ、調子いいですね。ユーマさんも調子いいって言ってたんで、割と調子崩れ。ロッキーが弱いし、インターセプトができなくなってます。あ、調子悪かった人が調子良くなってる感じはありますね、なんか。
Mbappe. Now with Hakimi. Neymar. Mbappe. Routine, really.それかこう どうなんでしょうね。確かに誰かが調子悪いと誰かが調子良くなる収束ですよね。こうどうなんでしょうね。私とユーマさんタイプ全然違うんでね。ユーマさんが調子いいくて私が調子いいっていう、そのはずなんですよね。よし、ありがとうございます。あ、まあ確かにそうですよね。誰かが調子良ければ誰かが調子悪いんで、でもユーマさんと私そんな共通点ない。あー、どうなんやろ。もしかしたらユーマさんね、前からのプレスが結構いいんですよ、得意というか。で、私そんなプレスしないですけど、ロスト後プレス入れてるんですよね。もしかしてそれかな。あー、これはあかん。ティグさんも沼ってるって言ってましたね。あ、そうですね。あ、もしかしたら、そっか、こう刈り取るタイプのディフェンスの方がちょっと苦手なんですかね。ボランチで、もしかしたら。イッサさんも調子悪いって言ってたんで、イッサさん割とね、ボランチ操作して、ディフェンスする。で、それで貫通多いって言ってたんですよね。イッサさん上手いですもんね。ね、イッサさん上手ですよね。個人的にはメタ選手が PS に関係なく強い気がしました。あー、なるほど。下手です。イッサさん猛者です。イッサさん強いですよね、普通に。本当にね、イッサさんね、カリトルマンが弱くなりました。あー、そうなんかな。あー、そう、あー、なるほど。そうかもしれない。ロストもプレスやめました。あ、やめたんですか、イッサさん。あ、やられた。そうかもしれんな。そっかそっか、それでみんな守備がしづらくなってるんか。なるほど。刈り取れずに抜かれて失点するのでやめました。ああ、そういうことか。なるほど、確かにそういう守備のパターンが得意な。でもユーマさんどうなんでしょうね。ユーマさんそんなん関係ないかな。選手変えましょうか。誰や。あ、ディマリア。バテがなおさら強くなった感あります。あ、なるほど。あ、確かにそうかもしれないですね。あ、確かにですね。うん、確かに。ゴール前のボールが全然取れません。ああ、
なるほど。確かワイ来たらバテネイマ買い戻すのでその時本気モードします。マジっすか。ああそういうことか、びっくりした。バペネイマのワイを買おうかと思いました。強いスカットは貫通含めて強いです。危ない。あーやられた、くっそーあテディエやられた。足立さん島がね守備失敗した。出ちゃった。延長ですか。引き分け多いですよそうなんです。私延長メーカーなんですよが足元弱くないですか。ああ、ミツさんキーパー足元ですか。それはごめんなさい、感じてないですね。そうなんかな。わ、やられた。あ、ワカロナウド。低弾道がスルッと入る感じがします。あー低弾道か、まあ、でもそれ前からかもしれないですけどね。もっと入りやすくなったってことですかね。おお、惜しかった。
ブラネズさん、フォローいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。どうしようかな、変えようかな。よし、ちょっと延長。エース投入。エース投入。来ましたよ。テリエ。タチさんもテリエ入れてましたね。コンドームつけたらチンチンスルッと入りますよね。何話してるんですか、イッサさん。このね、前あんま前。まあチンチンテリエイエイ。あ、そういうことか。来た。おしゃ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 。ごっつぁんゴール。すいません、ダッチさん、あんなゴールで。こんばんは。こんばんは。あ、シュンクロさん、こんばんは。今、ダッチさんとフレマ、一試合してます。PK は嫌ですね。来た、よし。よしよしよし。あと3分。よし、ありがとうございます、ダッチさん。ちょっと復習しましょうか。いやー、強かったな。あ、ありがとうございます、レモンさん。ウーバーに間に合いましたね。よかった。ね、55分本当によかった。延長、危なかった。お腹痛くなりました。ダッチさん。ごめんなさい。思ったことを、せっかくなんでね、どうやろうな、前させてもらった時の方がこう守備も攻撃も、まあ、抽象的で申し訳ないんですけど圧力感じたんですよね。で、で前この2点目かな、ダッチさん、この2点目のパターンで違うな、これじゃないな、どれやったかな、これやな、このパターン、このパターンでの得点、ダッチさん得意だと思うんですよ。この86分の最後追いついたやつ。選手のなんかこう、何でしたっけあれ。選手ロックか。選手ロックして、裏抜けというか、多分この試合で、多分選手ロック裏抜けっていうパターンが、ダッチさん、あんまり出なかった印象があるんですよね。で、これスキムで剥がしましたけど、ねえ、多分こっちの1点目の方がダッチさん得点パターンとしては得意というか多いですよね。それが今回少なかったんで、そこかなってちょっと思いました。どうなんですか、ダッチさん。パターン少ないのもあるっすね。ああ、得点自体のってことですか。
なるほど。中央に寄りすぎてたかも。あで、そのよ横から横パスでこのなんていうか切り崩すパターンが今日はちょっと多かったかなとは思いました。中央に寄りすぎ、ですかね、うん、私こうなんていうか何回か危ないシーンっていうかゴール前にダッサーにボール運ばれたパターンって、ほとんどサイドからだったと思うんですよ。でこれかな、でこれも中から崩してますし、これも中から崩してるんですよね。なのでそこかなとは思いましたけど、ボールがサイドに流れてた気がしますね。左曲がりのチンチンなのに気づかんですねもうヌーキーさん、そうですよね。結構この図見ると左サイドの奥、右サイドの奥でボール持ってますもんね。あの辺であのボール持たれてる印象強かったんですよね。で折り返してっていうのが多かったんで、そうですね。で結局シュートに結びついたシーンは中央からの崩しなので、まあ、中央からの崩しで私も前とか前あの試合させていただいてる時にダチさんから崩されてるパターンで、まあサイドもありますけど基本的に中央からの崩しで私失点してるケースが多かったと思うんですよね。なのでもしかしたらすいません、ちょっと偉そうに言って申し訳ないんですけどそこかなってちょっとやってて思いました。で守備に関してはあの1点目のワライランが抜けたシーンあったと思うんですけど、まあこれは仕様なんでしょうがないんだと思うんですけど CB と SB の間が結構あの狙いやすかったなっていうのは思いました。要は無理に攻めすぎたすね。そう、ああそうなんかもしれないです。まあちょっと熱あってっていうのはあるかもしれないですけどね。ダチさん、私はどうでしたか。もしよかったらなんか所感いただけると。よし、で CF 戻ります。今ちょうど6勝4敗、まあ結局6勝4敗なんですよね。まあなんとか11したいですね。ビルドアップはなりましたね。あ、本当ですか、ありがとうございます。もうこれはねコムさんのおかげですよ、嬉しい。あ、本当ですか、ビルドアップ。まあフォーメーション変えたのも大きいかもしれない。守備は相変わらずカチカチですカチカチありがとうございます。そうですね、今日は、まあ、ダーチさんサイドに流れてくれてたんでっていうのもあるかもしれないですね。来た、あー来なかった。ありがとうございました。またやりましょう。届きました？中ウーバー。もっと中央にじゃなくて CB と SB の間狙ってみます。ありがとうございました。あ、いい、こちらこそありがとうございました。私もね、本当ね、あの CB とね。中ウ来ました。あ、来ました。いいなあ。中ウ。ちょっとお腹空いてきましたね。なんかあ、
危な。危な。いや出しすぎた。この中うなんかしょっぱいですね。涙の味がします。いや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 面白いな、ダチさん。涙の味。あーきついな。弱りすぎてテクさん。まあ風邪気味なんでしょうね。まあまだちょっと微熱あるもしもね。ああ危ない危ない。あそこなんですよね。私も今やられましたけど、あそこはやっぱ通るんですよね。もっとフレマして鍛えたいです。そうですね、来週またフレマ部屋やりますね。できたね、水曜日にねやりたいんですけどね、本当は。大地さんも、大地さん火水休みですもんね。あ、火曜日にやったらいいんか。そうです。火曜日、じゃあ火曜日やりましょうかね。そのために月曜日でリビライ終わらしたいですね。わー、ほほーい。あ、よかった。そう言ってもらえて。今更ながらフレマ部屋お邪魔したことないんですが、どういう感じなんですか？そうか、タボさん、ボイチャーでつないで、みんなで、まあ、相手の方同士でこうフレマする感じですね。でみんなでワンヤワンヤ喋りながらフレマしてます。あと枕投げしたり好きなこの話も。それいい。めっちゃ若い。なんかやっぱねこう喋る雰囲気はこうなんか、僕もワンヤしたいので時間があればお邪魔させてもろいます。あ、ぜひ。ボイチャで思い出しました、今日買ったやつ車に置きっぱでした。あ、本当ですか。車に置きっぱ。あ、ティーニーさん車で、車なんですね。ティーニーさん勝手に、私ティーニーさん東京なのかなと思って、電車移動が多いかなと思ってました。地方都市なので。あ、そうなんですね。タボチンもやろうよ。ねえ、ぜひ。
フレマ部屋で武者修行もできるとかなんとか。あ、そうですね、本当いろんな方にとできるんでね。先週は麦、先々週か、麦尾さんとか、あ、やられた、来てくれまして、五郎くんもね、途中から来てくれたり、たっくんもね、よく来てくれますよね。あとはね、おっぱいえい、おっぱいえいにやられましたよ、もう。あの方も私みたいにね、狙ってるんですよ、あの、SB、サイドバックと。サイドバックとね、CB の間を、やらしい。ポケットにビエラひたすら走らせてショーフラするのたまにやります。あ、そうなんですね。ということは、コッコさん萌えち？ん？なんでですか？あ、そういうこと？危ない危ない。そのサイドをやる、SB と、あ、そういうことか。私がやらしいと言ったから。お、危ない、あ、危ない、やばいやばい、負けが込んでくるぞこのままやと。嘘、このジャイアンジーノに結構決められるんですよね、あのコーナー、やらしいな。3秒前のこと忘れないでくれ。すいません、忘れてましたね。ちょっと、ああやってもうた、もったいない。もう少しこねましょうかね。ちょっとスルーパス多めで狙ってるんで。って言って、あー、ちょっと遠かった。来た、あかんかった。うわ、うまい、そうきたか。うわ、マジでか。あ、コムさんこんばんは、どうですかコムさん、調子は。モチベーションキープしてますか。私は今ね、6-4 でこれ負けそうなんですよね。アクデゴどうですか。あー、なんかね、ドリブルしやすい感じがしますね。あとは皆さんがおっしゃってるのは、こうボールを刈り取るのが難しくなったっていう。今週は2タッチポゼッション楽しみます。あ、そかそか言ってましたね。2タッチポジ、あー、ずれた。ともりね、パスずれるなすね、今の見たら。ああ、
じゃあ楽しみますってことはこれからなんですね、コンブさんは CF とか。攻めて1点取りたい。分かんな。あ、あーか、負けた。これでいくつや、6号か。鳥かごみたいになっちゃいますが、うん、あー、煽られるっておっしゃってましたね。まあね、でもコムさんのプレイスタイルにあれが合ってるんでしょうね、やっぱりね。それが一番ですよね。ツータッチですからね、どうしても鳥かご気味になります。確かに判断の速さが求められますよね。61か65、ごめんなさい、65です。これで3連敗か、あ、2連敗か。今一緒くらいですね。あ、本当ですか、ダシさん。もう食べ終わったんですか、中尾。ちょっとしょっぱくなってきましたね。まあでも、インサイドに食べちゃんとワイドにケント使います。あ、ケント使ってるんですか。ついにスタメンから外れます。あ、そうなんですね。親子丼とハイカラうどん。いいですね。親子丼もなんだかしょっぱいです。ああ、危ない。シソコの千葉が怖い。あ、そうなんですね。ああ、そういうことか。シソコセンターバックで使ってるんですね。おお、マジでか。危な。まあ、今のあの人のあれでも狙いたいですね、あれ。私もあ、危ない危ない。ペレや、うわ、オフサイド。最近ループの加減がわからないです。あー、難しいですよね、ループの加減ね。正直大体ですもんね、ループの加減って。あ、当たってもうた。この方ね、うまいですね。ツータッチだからどうしても自滅する。あ、なるほど。なるほどな、そこはバランス取っていけたらいいですよね。
ああ、オフサイドかな。バッペに出したかったんですけどね、今。ちょっと時間があったら後で1試合やりませんか。やりましょうか、コムさん。じゃあしまった、さっきダッチさんごめんなさい、ボイチャー忘れてましたね。やられた。コムさん、ボイチャーどうしますか、やりますか。ちょっとしょっぱいな。だから負けたのかもしれないですね。何気にグエンとシソコ引いてから約2ヶ月経つのにデビュー戦。あ、そうなんですね。VC いいですよ。あ、わかり、やりましょうか。うまい、この人ね、まあ。コッコさんと戦績が同じで嬉しい。あ、本当ですか。私これも負けそうですよ、イッサさん。これ負けたら6-6か。きついな。こんばんは。あ、こんばんは、スクラッチさん。延長行きまくりで疲労困憊です。延長行きまくりで疲労。実はコッコさんと僕も同じくらいです。あ、そうなんですか。ちょっときついな。今週と来週は2タッチポゼッションの練習で我慢。あ、なるほど。まあそれで、カバさんも、わあ、カバさんちょっと苦戦してるとおっしゃってましたもんね。最初は調子良かったですよね。でも、まあ、今週シーンでスネカバさんが勝てないのはおかしい。久しぶりのランク5です、多分。あ、本当ですか。なんでなかなか打たへんかった。私が入れるタイミングが、シュート入れるタイミングがあかんかったんか。まだ入れときたかったですね。わ、倒された。わ、この方も止まる。あ、怖っ。まだ危なかった。この人のスキムムーブが私止められてないんですよね。今のラッキーで止められたんでね。それがちょっときついんですよ、この方。こんばんは。あ、お疲れ様です。麦野さん、こんばんは。どうですか、今週アップできて CF やってしまった。昨日とは、昨日よりも全然強い方と当たってる印象ですね。あ、アイテムもペナセで使ってますね。 7-4 です。 7-4、 結構勝ち越してますね。14いけそうじゃないですか。強いなぁ。あ、失敗した。麦尾さん強いですね。私6号でこれ負けそうできついな。3連敗中、これ負けたら3連敗です。早い。70分までにもう1点入れたいですね。
あ、1点まず返せたらちょっと。いや、最初6連勝したんですが、そこから失速しましたしょう。おすごいな。連敗の後は結構勝ちやすい方に当たりやすい気がします。あ、確かにやっぱりレートがあれなんでしょうね、こうみたいなんか、まあ、同じぐらいの勝ち星の方と多分。うわマジか、マジか、今のは完全にやられましたね。おお、蹴ってない。あ、パスをボタン押せてなかった。10連勝とかしたらプロとかランク1の有名な方がよく参上してきます。あ、そうなんですね。やっぱり10連勝ってすごいですね、カバさん。私そんなんしたことないですね。まあでも確かに私前半戦勝ち越すとね、大体連敗するんですよね。で結局11勝に落ち着くっていうねパターンがすごい多いんですよね。やっぱり勝率でこう当たるんでしょうね、その同じぐらいの方とね。ちょっと厳しいな。かんかん。あー惜しかった。11勝も報酬良いので11がいいですね。そうですね、9より11ですね。そうですね、頑張りたいとこですね。そうなんです、なんとかね11は行きたいんですよ。なんでね、これちょっと、まあこれ負けてもね、66、まだ66ですからね。あ、もう4点入れられてるな、これ。全然攻められない。あ、通った、マジでか。今日なんでこんな静かなんですかしょう。確かに。イッサさん、イッサさん、ダッチさんが静かだからですかね。ヌキさんも、お、今の止めた。
ちょっとしょっぱいですね。みんな今ダービーに熱中してるんすかね。あ、そっかそっか。そっか、今日あれか。マンチェスターダービーか。先週スポテレビ解約してしまったあ、そうなんですね、カボさん。そういえば今週皆さんダゾーンのあの値上げのことをようつぶやいていらっしゃいましたね。そういえばね、まあ仕方ないですよね。 CF やってます。あ、どうした、あ、やってるんですか CF。 あのご飯食べてからチャバさん強かったな、この方ボコボコにされましたね。ジージー次です、次。 ありがとうございます。そうですね、次ですね。ここもね、別に止められたと思ったんですけどね。僕のコピーです、すいません。あ、そう、え、どういうことですか僕のコピー。ん、ごめんなさい、カボさん分からなかった。長年ダゾーン契約者でしたが、いい加減愛想つきました。あ、そうなんですね、文太さん。ここは完全にやられましたね、これ。これなんでこんなになったんやろな。ダゾーンは兄のすねかじってるんで痛くないってそうなんですねこれジャールジーニョの動き出しめちゃくちゃ良くないですか。これチンチン100本パックを引くか葛藤してますヌキさん友達100人パックでしょう。この方ここも上手だったんですよね。こうまた 中切っちゃったんですよね。これんでうまいこと抜けられたんですよね。あれ当たってる人なかなか見ないですよね、あの102泊ね。100本パック特殊でなくて40重複でしたよ、先人より40何本側が被るか不安です。ねえ、ぬきさんまたパック開けられなくなりますよポゼッションもできなかった、この方強かったな。コムさんやりますか、今もうなんかやってますか。アイコンは AI 賢いですね。あー、そうなんですかね、やっぱり。さっきの動き無理ですね、あれは。風呂上がったらお願いします。あ、わかりました。じゃあちょっとさっきもう一試合やっておきますね。この負け66か、まだまだ踏ん張りどころですね。こっからトリガー出ないっぽいので多分 AI です。あー、そっかそっか。コッコさん忙しいねカジカさんありがとうございますカジカさんも、カジカさんもよかったらぜひフレマしてください。よし、ちょっと調子取り戻してね。フレマ部屋行きますね。あ、ありがとうございます、ぜひ。あ、カジカジさんのって、私ツイートはのフォローさせてもらってる方と同一で合ってますか。あ、またあの DM でID 送らせてもらいますね。合っております。あ、よかったよかった。じゃあ、あの
後ほど ID 送らせてもらいます。魂のこもってないシュート打ち上がりましたね魂のこもってない確かに明後日の方が飛んできましたね、まあ、ルシオでね、私もフレマ部屋行ってみたいです。あ、本当ですか。滝行してみたいです。滝行ぜひぜひ来てください。あ、おお、入っちゃった。スクラッチさんぜひぜひね、前フレームさせてもらいましたもんね。だからぜひあのお気軽に入ってください部屋に。サイド、この人ライン高いですね。よろしくお願いします。ぜひぜひ。来週は一応火曜日予定してます。こうこここここここ、あー、スイさんこんばんは。スイさん、私もねちょっとね負けが込んできました。昨日時点でね6勝3敗だったんですけどね、3連敗で今6勝6敗なんですよね。スイさん、どうですか、何が違う感じしますか、アップで。あ、通らんかったよな。ああ、まだ通ったと思ったんですけどね。あ、ラカゼット。それが何試合かしたんですけど、いまだによくわからなくて。でも、点取り合いの試合が増えた気がします。ああ、なるほど。点取り合いか、確かに守備がしにくくなったって言ってる方多いですね。確かに。で、あの刈り取りがしにくくなったって伊佐さんもおっしゃってました。よし、1点返した。ドリブルがやっぱり守備は確かに難しいですね。ああ、守備か。うわ、うまい今の。優秀なゴキブリ優秀なディスられた怖いな、まあ、確かに何なんでしょうね、アップデート内容なかったですけど、ドリブルがしやすくなって変わった、それで守りにくくなったのかもしれないですね。その貫通しやすいとか。来た、よし。うん、そうかも。あのジェイさんもね、ドリブルはスキームがしやすくなったとおっしゃってましたしね。
あ、これは通らへんか。あぶね。おお、危ない。うん、なんかこう、なんでしょうね。私機もそんな使わないですけど、骨安くなった感じはやっぱりあるんでね。ドリブルがちょっと強くなって、追加点取らないと後半86分に追いつかれるパターンですね。ヌギさんよくご存知で。そうですね、まだ安心できないですよね。なんとかもう1点取りたいですね。あ、嘘、オフサイドか、戻りオフサイドか。ギリギリいけるかと思ったんですけどね。やばいやばいやばい、やってしまった。サイドか。おお、びっくりした。開いた、開いてない。嘘、危ねえ。危ねえ。ついたボール。よしよし、こっち開いた。よし。ああ、もうちょっと内側。開いてしまった。おお、危ない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 。まあシュートコース切ってたからよかった。来た。あー、来てなかった。そうか、でもリードしてるんか。落ち着いて落ち着いて。そろそろ補欠の出番ですね。あ、ヌギさんありがとうございます。そうです、そうです、そうやな、そうそう。選手変え、あ、やられた。うわ、危なー。変えましょうか。うわ、危なかった。補欠。補欠、まあ補欠ですけどね。ポリターノ。ちょっとネイマールまだいけるな。
85分まではキーパーが頑張るので安心してください。85分までですね、わかりました。おお、カプテビラ、よしよしよし、チームプレスかけてきた、いいぞこれは。これうまくかいくぐったら、マルキーシュがこんなところなのか。あれ、うわマジでか、危ね。おお、よし来た。あかんか。野心。いいの持ってますね。よし、あー嘘、外したネイマール、あれ外すか。あーヌーキさんが打ってくれた時間まであと1分や、やばいな。ちょっと落ち着いてね、あと5分あるから。やばいやばい、危ね。おお、ブッチョラケーニョ、おお、よしよしよし、オフサイドか、あと1分。よし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 、なんとか勝った、危なかった。7-6ですね。この方もでも強かったですね。あ、ヌキさんありがとうございます。コムさんどうですか、お風呂上がりました？ジージー、あ、コムさんありがとうございます。カスカベ、カスカベでしたね、カスカベシティ。ここ何やったんやろな。あ、そっか、これはもう仕方ないな、こんなところでロストしたらね。ジージー、あー、あいつ、あいつさん、ありがとうございます。かもワイランですもんね。まあ、さっきの相手と同じようなですね。うん、あんま崩せなかったですね。うん、パスもうまいこと回せなかったですね。でもさっきのプレス化されててですけど、やっぱり前よりプレス弱体化してる感じしますね。
まだかな。ホムさんまだかな、お風呂。よし、これでとりあえず7-6勝ち越しているんでね、ここでもう一回勝ったらちょっと安心。よし、お願いします。危ない危ない。プレスは絶対弱くなってますね。あ、本当ですか。そうか、それでイッサさんロストオーバープレス外した。それで外したんですか。全然取れません。あー、うわ、びっくりした今の。今のは完全にやられました。だからドリブルしやすくなってるんだと思います。あ、そういうことなんか。なるほど。相手の何でしたっけ、あれフォーメーション変わってない、変わってるよな。ショートパスになんか反応、ショートパス、パスをケアする動きになってるんでしたっけ。AI がにとっては両足ぐれそう、そうですね。だからドリブルしやすいんですかね。あ、失敗。ああ、もったいない今のは。ああ、いないいない、もったいない。オックスフォード、そうかそうか、そういうこと。赤の手先がいますね。赤の手先赤の手先、ルーキーさん、それをおっしゃってた赤の手先ってあれですか、シティのことですか。シティじゃない、ユナイテッドの選手のこと言ってる。共産主義者ね。共産主義者、中国、ロシア。ソ連です。ソ連。おお、ボール持っとった。おお、ソ連いました。あ、相手の方がソ連の方、ロシアの方ってことですか。あ、おっぱいおっぱい大地さん掘り込んできましたね、いきなりおっぱい。あ、伊勢さんもえ、なんで今おっぱいって言ったんですか。おっぱい言う場所、あー、オフサイド。 PS おっぱいですわ、これ。 PS おっぱい、相手の勝てねえ。赤の手先のおへらぶためという名言を使いたかっただけですそうなんです。チンチン。あ、ヌーキーさん最後にそんな。
シュートがチンチンですわ、これ。シュートがチンチンですわ。来た。よしよし。シュートがチンチンってどういうことですか。左に曲がってるってことですよね。あ、そういうことか。あ、やられた。落ち着いてる。あ、今ネイマール出したつもりだったんですけど、パスずれた。うわ、抜けちゃった。前の試合からキーパー好調ですね。よほど素材になりたくないんでしょうか。そうでしょうね。いい感じですよね。やっぱドンドルマいいですよね。あ、リードしてるんでね、落ち着いてボール回しして。こらこら。来た。こっこさん。はい。こんばんは。ああ、ザンデさん。こんばんは。あ、そうかそうか。ザンデさんとイッサさんフレーマーしてたんか。どうでした？はい、イッサさん強かったですか？めっちゃボコられました。イッサさん、ザンデさん相手にしてボコったんですか？めっちゃ強いです。イッサさん、調子はいかがですか？コッコさん、今、あ、チンチン、あ、ワイさん、が増えてきてコッコさん震えてるんじゃないですか？ちょっと震えてますね。今76でしっかり処刑されました。イッサさん、そうですか。ザンデさんやられましたか？ 2、3試合やったんですか？ちょっとね、今日強い方が多い感じ、当たってるのが強い感じします。ワイさん、63からの3連敗で66になって、さっき1勝して4試合ですかね。あ、結構やったんですね。結構やりましたね、4試合って。がっつりやりましたね。な、何勝何敗だったんですか？こんばんは。あ、こんばんは。はじめまして、はい、いろいろと教えてもらいました。モギューさん、最後負けましたよ W。 あ、うんもぐさん、うんもぐさんですかね。はじめまして、来ていただいてありがとうございます。あ、最後は負けたんですか。じゃあ3勝1敗ってことか。イッサさん、うんもぐさん、来ていただいてありがとうございます。今 CF で7勝6敗の、もぎって、あ、コムさんのお知り合いですか？もぎっぺさんなんですか？イッサさん3勝、私1勝。あ、そうなんですね。イッサさん、やりましたね。コムっぺ。コムっぺ？あ、コムっぺ、もぎっぺの仲なんですか、お二人さん。わあ。相手の方のバッチが筋肉マンのキャラっぽくてかっこいいですね。名前知りませんが。あ、マジっすか。ちょっと見てみよう。あ、ほんとや、ウォーズマンのパクリみたいな。7-5 で今日はやめました。あ、7-5 ですか。でもまあ勝ち越してますね、 Y さん。
コムッペとモギッペです。コムッペとモギッペ。今日のおきんきんの調子はどうですか？ザンデさん何言ってるんですか。今日、7勝6敗で今、リードしてる感じです。これ勝ってね。ミッドフェルナンドトーレス使って頑張ってます。あ、嘘。あ、オフサイドか。もったいない今の。あ、そうなんですね。ミッド。あ、そっか。オフサイドを。オフサイド今のアホやった。ちょっと調子乗ってね、ボール回してしまいましたね。あ、やばいやばい。あっぷね。あ、危ない。ちょっとね、バタついてきましたね。今回もドンちゃんの癖に止めますね。ドンちゃんの癖に。今アプデ後初めてプレイしましたが、スケートリンクの上で試合してるみたいですね。あ、本当ですか。守備も攻撃も攻撃もめちゃくちゃやりづらいです。本当ですか。そんな違いますか、ブントさん。ブントさんも繊細ですね。私最初やった時全然分かんなかったですけどね。すごい、皆さんよく分かりますよね。私滑りが良かった。あ、自分が調子いいんかなとか。攻撃が本当にやりにくいんですね、ブーフトさん。自分が調子いいんかなと思ってしまいますもん。そうなんですか、ブントさん攻撃やりにくいんですね。来た、よっしゃー、これはもういけそうですね。あ、来てくれるかな。コッコさん、ハイツもこねてるから。そうか、私こねてるから分かんないんですかね。ナイスゴール、ありがとうございます。よし、いいぞ、戻ってきた。8勝6敗。よしよしよし。コムさんやりますか。じゃあ1回、1試合だけ。今いらっしゃいますか。コネジロウ。コネジロウ来ました。夜もコネコネですか。どういうことですか。なんでさ、夜もコネコネって。もう。やりますか。やりましょうか。よし。まずボイチャ送ります。7-5 で折り返しましたけど。ブチ切れてやめたので羨ましいです。でも全然勝ち越してるじゃないですか。コムさんとりあえずパーティー送りますね。コムさんどこや。あれ、コムさんまだインしてない。あ、コムさん、そうか。パススピード速くなったのに選手の動きに変な歓声かかって動きについていきづらいです。あ、そうなんですね。ローションコネコネしてきます。ダッチさん、こんばんは。あ、セーマさん、こんばんは。あ、プライムさん、こんばんは。今日まあまあ3連敗だったんですけど、その後医者の出番です。その後2勝して、ダッチさんは8勝6敗です。寝てください。あ、まあ確かに。ダッチさん、ダッチさんでも今日仕事休んでって言ってましたよ。仕事休んで CF してるって言ってましたよ。告げ口しちゃいました。具合はどうですか。ちょっと熱下がったんですよね。あ、私コムさんに1回だけ勝ってるんか。それは良かった。これはダッチさんスクショ案件です、ね、社長にバレたら。あ、コムさんお願いします。お願いします。仕事休んで CF はあかんな。あかんよ。ちょっと一個、はい。あ、クロスプレー、あ、いけるか。お互いクロスプレー切ってるもん同士だし。お願いします。お願いします。コムさんの新しいビルドアップちょっと楽しみです。ちょっと
前半はいつもと違う戦術でいきます。あ、そうなんですか。これはちょっと初。ゴムさんのボール保持率が 80% になるのが楽しい。 80% ゴムさん声若いね。えゴムさん声若いですね。これいけやれるかな。だいぶ癖強い褒め戦術なんで。そうなんですか。ちょっと楽しみにしてます。ちょっとあやばい初期配置が。あれあれ大丈夫ですか。バペどこ。バペいますよ10番。ここあ大丈夫です。かんかんかん。ゴムさんコメントから想像できないくらい声が優しい。すごいこと言いますね、ムントさん。確かに、コメからは。よし。あ、入るかそれ。ブントさんがあのコムさんのコメントかは想像できないくらい声が優しいって。あー、わかんないですよ。おわ、これか。コムさん。あー、なんすかこのじわじわ攻めてくる感じ。ボイチャでも暴言お願いします。ボイチャでも暴言お願いしますってきましたよ、コムさん。え、ボイチャでも暴言お願いしますって。暴言、暴言。ポケットに入る。あ、あー、マジか。オイランが決めたら暴言もらえます。通るんや、あれ。通りましたね。下もお願いします。わかりました。オワイランで決めたら暴言もらえるって。オワイランで決めたデスラッシュを。いや、いつもと褒めちゃうからマジで守備わからん。え、守備44じゃない。あ、ほんまや。いや、3人残ってる。違うんですよ、いつもと使ってる戦術いつもと違うんです。あ、3人残ってましたね前。コムさん取りどころここじゃないんですよね。ではやっぱり。わあ、そこ通す。出ますね。嫌やな。パスビルドアップがポジションに磨きかかってますね。めっちゃしんどい、これやってる側もしんどいです。正直。あー、ほら集中力切れた。疲れそう。疲れそうですね、確かに。あれはおお。あ、やばい。CF 中です。Y さんざんでさんこんちゃ。今日もおティンティン祭りはやりますか？おティンティン祭り。ちょっと待ってください。あ、やばい、ゴキブリ来る。あ、出た出た。ディスられた。ラッチさん寝てよ。ゴキブリが決めたらチンチン祭り開幕しましょう。あ、マジですか。デパウ。ラッチさんお大事にしてくださいね。弱。スコのパス弱いですよね、なんか。前のアップでから。
あ、ジノラか。これ勝ったんですか、ジノラ。あ、引きました。え、引いたんですか。あれ、いつ引いたんですか、ジノラ。え、なんか結構前、1、2週間ぐらい前かな。そうでしたっけ。じゃないと絶対ジノラなんで使わないですジノラなんかなんかいや、前作ジノラ買って、はいはい、僕2試合で打ったんで。あ、そうなんですね。あまりにも合わなさすぎて。あ、重い。あの、なんか合わないんですよね。あ、やばい、やられた。メッシですけど、メッシじゃ始まらないんですよね。うまい、ありがとうございます。いつもと守備の陣形ちゃうからやりづら。でもこれ433ですよね。小さいチンチン3の5なんですけど、いつもとやり方全くちゃうからやりづらいです。あの CF のやつ、注意のチンチン、真ん中が CF のやつですか。キンバペ、はい、落とす。あーそうこの CF 終わったらお布団行きます。あ、ダッツさん早く寝てね、明日。パス数やばいマジですか。あ、飛ばしちゃった。186 180、前半でですか。前半で186 前半で186をやばいです。1試合分もしてますね早く治るといいですね。ねえ、明日にはでも元気になりそうですね、ダッチさん。チンチン触って寝てね、ダッチさん。ダッチさん、あ、違う違う、イッサさん何言ってるんですか。早く治してね、ダッチさん。ねえ、早く治して元気もりもり。チンチンしごいて寝てね、ダッチさん何言ってるんですか。いやー、ずれるな、それ。さん、あ、まずい。あー、オフサイド。笑い。え、何してんの。おお、びっくりした。祭り始まりましたねプチ祭り始まりましたよ。ゴキブリ。あかんかん。ワイランはよ、ラフがいないので。まだあるまだある。あー、オフサイド。うん、アホやった。キンペンベもね、引きましたもんね。なんだかんだコムさん、いいの引いてますね。中和体多いですね。買いたくないけど欲しい選手が買いたくないけど買いたくない。あ、スイさん、買いたくないけど。お帰りなさい。あー、違うな。え、てかこれほんまにオーバーラップの指示入ってる。船長が出ちゃいましたね、コッコさん。船長、こんばんは。こんばんは。あ、バカゾウさん、今日もありがとうございます。ここでもつなぐ。我慢できなかった。我慢できなかったですね。なんか来る。汁が漏れてます入った。こらこら、汁がすごかった。いや、パス悪び。びっくりした。シュートかと思った。今日は奥様大丈夫ですか。あ、今日は大丈夫です。ありがとうございます。汁男優。パイさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。チンチンの流れを断ってしまいすぎません。何謝ってますか、ダチさん。よし。これはいつものフォーメーションですか。いや、違います。これも違うんですか。ダブルタッチパス。あ、来た。お詫びにチンチン晒してください。いや。
ダッチさん、イッサさんから、あ、イッサさん1歳になってますね、いつの間にか。ごめんなさい、今気づきました。しっかりと握って寝てくださいね、ダッチさん。まあ安心しますからね。正直ね、そうするとダッチさんは早くチンチンから生み出して熱を下げましょう。4文字ならいけたので。あ、そうなんですね。あ、これどうしよう、めんついね。3文字だと引かれます。あ、そうなんですか。はい、チンチンに名前変えた方がいいですか。変えないでください。それ恥かれる、恥かれるんちゃいますかそれ。ぜひ。なんでザンデさんぜひって言うんですか、そこ。来年の TOTY ノミネート待ったなし。おやさん、いけそうですかね、来年は。足りてますか。あれ、選手変わってね。変わってないですか。おお。私は全然足りなくて、苦虫を噛む思いしそうです。苦虫を噛む。そんなにですか。ワンタッチでつなぐフラッシュパス手ありましたね。あ、選手変わった、ね、ああ、ありますね。あれですよね、勝ちました。あ、本当ですか。落ち着いてチンチンにギニギして寝る。藤田東のフラッシュパスですよね、シュートの。違いますか、ぬきさん。それです、ね、あんなプレイできたらいいですよね。あ、全然見てなかった。よしよし、同点。まだあるまだある。守備むずこれ。やっぱ違いますか。あ、いや全然違います。ま、マスター。作れないからむずいです。あ、これファイナルで使うのきしんどいな。これ何ですか、フォーメーション。433のメーションなんですけど、かなり特殊。トムさんのサイドがゴリゴリ前行ってて、後ろが2人エッジになってます。頑張れコムマスター。コムさん応援来てますよ。ジャイルジーニョがインサイドしてますからね。あれ、なんでネイマールこんなとこなんだろう。よし、あ、やばい、ずれるそれ。あ、ミスた。おお。外に逃げよう、とりあえず。相手もと。ごっこさん、あと7試合なんですが、CF 終わらせたらダメですか。こんばんは。ラビさん、ラビさん、こんばんは。大地さん、もう寝ましょう、今日は。まだ明日もありますから。許しましょう。許せですけど、ぬきさん300ってやばいですね、これ、パス。327はまずいな。そういえば、ごっこさん、3000チンチンじゃなくて、3000おめでとうございます。ありがとうございます。ダンフリじゃきついな、この戦術。食べちゃんやな。
食べちゃん作りま2999本はチンチンついてます確かに多分ね本当にポンちゃんさんぐらいですよ女性の方。パオーって可愛いな。そこまで言うならチンチンいじっておきますあ、ミスター。お、鍋プされた間違えたんですよ、入力ミスですあ、うまい。チンチンの穴に体温計入れて検温しましょう。危な、怖っ。ルキさん怖いこと言うな。それは怖いな、ちょっと。やってみます。やったらダメですよ。外。これは無理か。新しい景色見れるかもです。見ちゃダメです、新しい景色。笑い。いや、ミスった。なんか癖になりそう。ダッツのハート。ダメですダメです。ダメしたんですかダッチさん。あ、なんやこれ。やばいやばい。何してんの。危なかった。楽しんでもらえてよかった。モーションが出た。試すわけないじゃん。何言ってるんですか。あ、金ペンめっちゃ。それはダンフリーズ負けたらお前クビやで。ゴキブリが萎縮してますね。ね。急に真面目。急に真面目びっくりしましたねダッチさんの。そんな。いやー誰使おうかな。ここに来て買いましょうか。遅いですけど。試してみたら痛かったんだと思います。それ痛いでしょう。血尿来ました。血尿、あ、怖っ。マジでダチさん嘘。あ、そうかそうか、試してってことか。試しちゃダメなやつですよ。血尿ブッシャー抜きたなか。それは危なすぎる。それもしそうなってたらほんまに危ない。病院どころじゃないですよ。リアルなのは血便です。ああ、そうかそうか。ああ、おちんぽいちごミルクサイラス。なんでイチゴなんですか。血便して目が回ってます。友人が血便出てビビって病院に送ったら痔だと言われてました。痔で良かったですよね。ああ、おそらくそのパターンです。あ、そうか、ダッチさんもってことですね、それは。そんな尻を酷使しちゃダメですよ。あ、やばい。ポリターの。やった。あ、あかんかった。今のはね、行きたかったですね。イッサさんのカウンターティンティンもびっくり。あ、ポリターノありやな。お、オブノポリターノいいですよね。凝りました。アイコスブッサスのやめますあ、やった。
うっそ、今のいけたかなと思ったんですけどね。あ、アンリー、アンリーも当てたんですか。あのあれで確約で。あ、コウさんアイコン確約とか引くんですね。細すぎじゃないですか、ダッチさん。ケツから救援ですか。ベースですか。ミドルです。ミド。あ、いいですね。ああ、PK。これむずいなこの戦術。3本入れて吸引してます。危ないだってさ、そんな。マンコス、こらあ、これ誰や。マンカスです。アナコスです。あ、笑いあ、おお、わあ。上がるから煙出ます。はた、オマーン、コス。はい、そのうまい。あ、オグボンナさん、フォローありがとうございます。していただいて。よし、あ、バレた。ありがとうございます。バレた。アナルスモーカー大佐あ、スモーカー大佐って言いましたね、そういえば。ジージー、あ、あいつさん、あいつさん、まあ、結論シビア超無理。ジージー、その4アナーナのみ、3の5ですか。はい、めっちゃむずいですこれ。これなんで片方下げて4-4-2にしないんですか。ワイさん、ありがとうございます。え、両サイドバック考えガバガバのみ、あ、上げてるんですか。両サイドバック上がるの、はい、あれしてるんで、あのオーバーラップをつけてるから。あ、その割に上がってきてなかったな。ジージー、あ、ありがとうございます。あ、違う、ムーキーさん、コシコの実実って言われましたね。石田さん、ちょっと振り返ろうかな。です、これ、これは最初は何ですかね。これは飯でこねたんですよね、多分ね。最初はこねてない。コシコシコの実実この字のら1点目なんでしょうね、これね。あ、折り返しか。 GG ワクサ、どんな必殺技が出るんだろうそのあれですか、ミーですか。騙されててくさ静止が出ます普通やん。必殺技疲れそうそれ特殊能力なんですか、それ。このムバッペの切り返しうまかったですね、これ。笑い、この戦術は相当今回の CS 調子も運も悪すぎてズタズタです。あ、本当ですか、ラビさん。やっぱ今回みんな難しいって言ってる方多いですね。守備がですか、攻撃がですか。私ほとんどこの横からですね、横から中に入れられて決められてますね。ね、全部そうやん。あ、3点目が違うか。コウさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またやりましょう。はい、ちょっと元気そうな声聞けてよかったですまたやりましょう。はい、ありがとうございました。ちょっと練習します、これ。なんでこのフォーメーションにされてるんですか。え、なんか面白さやったんで。ああ、ただそれだけです。なるほど。ただ
絶望的にむずいです。あ、練習やなこれも。じゃ、またありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、はい、コムさん、2つのハート、ね、いい声。コムさん優しい声。2つのハート、キャラ。2つのハート。茶色戦士たちが大量に出された。ぬきさん見ましたか。結構今売れますよ、本当に。皆さん、あのおすすめは5大リーグもちゃんとね、値段つきますし、トルコリーグ、あ、伊達さんありがとうございます。トルコリーグ、何でしたっけあれ、ベルギーリーグは結構いい値段つきます。ベルギーリーグは350ではつきますし、あのトルコもなんでか300つきますし、僕もケツからトルコアイス出せないですよ。あ、伊達さんこんばんは。フォローありがとうございます、伊達さん。あ、聞いてないですね、すみません。聞いてないです。いいですよ。まあ、金レアはねちょっと売れない、もうちょっと待った方がいいと思いますけど、貯めといて。あ、ダンスさん代わりにありがとうございます。最近ダンスさんそれ使ってくれてますね。あのコモンは大体売れますよ。特にあの5大リーグと、そのあの絶望するぐらい守備難しい。あ、そんな難しい。まあでも44ブロック、コモンさん44ブロックじゃないとやっぱパス回されやすいですよね。これって CF になってましたっけ。可変でやったらどうなんですかね。ちょっと違うんですかね、それと。あ、ニワトリコッコさん、え、コッコさん、これ違いますよね。あ、コッコさんや、これコッコさんや、これカタコのコッコさんですよ、これコッコダービー、コッコダービー、まさかのコッコダービー。変なこぼれ決められてきチース、草コッコ対決、思わぬところでコッコダービー来ましたよ。 KFC 来た、 KFC 来ましたね、 KFC。いやな、負けたらコッコ剥奪、どっちが正しいチンチンか証明する時が来ましたね。面白くなってきたねえ、ちょっと嫌やな。負けたら解明来た、解明、解明しないですよこれは。コクさん気づいてるかな。1週間ひよこで行きましょう。ひよこっこ、こっこさん、あ、はい、可変ダメダメ、可変ダメなんですか。あー、オフサイド、トーティー終わるまでチンコッコにしましょう。あ、ダメですぬきさん、それは。コッコさん気づいてるかな。素敵な名前、おお、マン、コッコでも許します。それアウトです、コッコ賛成です。賛成しないでください。いいですね、素敵、素敵じゃない。あー、打てなかった。コッコさん、負けなきゃいいんです。
やれた、危なかった。来た。あー、なんでそっち、今中空いてたのにもったいない。世の男性の終着点であり最初の場所、それはマン、ここなるほど、そういうことかなるほどじゃない、なるほどじゃないんですいな。いろんな意味で深い。いろんな意味で深い。今なんであんな。危な。さらに深くしないとコッコさんに音読してもらえませんね。あー、失敗した。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、今ねココさんなんでね、ちょっと気合い入れてるんですよね。あー、やられた。ウルトラマンコスモス、なんでですかダチさん、なんでウルトラマンコスモス危なかった。ゆっくり読んでもらうと分かります。はい、コッコさん、マンコイタビルドアップドやった。ウルトラマンコスモス、ビルドアップ、ウルトラマンコスモス、あ、そういうことか。え、コムさん、どういうことですか、ビルドアップどうやった。あー、来なかった。ウルトラマンコスモス、そういうことか。レモンさんレモンさん、コムさんのビルドアップのことですかね。あ、そうかそうか。あのね、ちょっと待ってくださいね、コムさん、ちょっとハーフタイムに話します。ココさん、あそこのパスうまいな。ああ、コムさんのビルドアップね、やっぱりダイレクトでつながれるとこう目が動くというかね、視界がやっぱり激しく動くんで、やっぱ正直守りにくかったですね。あれでもっと縦に入れられると怖いですね。縦へのパスもあのペースで、まあ、正直でもあれはディフェンスラインでされてもやっぱりそこまでなんで、やっぱ中盤前線あたり、まあ、先の縦パスですよね。で、あのスピードで来られたら多分もう対応できないですね。ツータッチ戦術手のがバレてなかったらゴリゴリいけそうに見えました。あー、確かに、まあ、あとはまあコムさんの戦い方は私知ってるっていうのもありますよね。そんなにこうガンガン前にスルーパス出してこないっていうの分かってるんでね。それはある気しますね。
あ、ブロリー。うーむ、難しい。初見の人やったらどうかっていうのはありますよね。とはね、あーあかんか。後半ドリブルも混ざってたので前後で変えたら最強にいやらしいなと思ってビール飲んでました。あー確かにそうやな。確かにドリブルがないって分かってるのもあるかもしれないですね。そんなにドリブルで、まあやっぱ知ってるからって大きいですよね。やっぱりあっぷな、あなるほど。プレスきついな。同じ名前だけあって拮抗してますね。コークさんも多分気づいてるんだと思います。これはココさんね、長いパス上手ですよね。やっぱメッシぐらいねこねれる選手が欲しい。控えにね贅沢ですけど、ディマリアだとねちょっとなんか重いんですよね。かといってウーデゴーだとちょっとねもったいない。ロナウジーノ買いましょう。買えないです。危ない。あ、入った。マジか。あ、セルロート。これはきついな。拮抗縛り。イッサさん、ちょっと待ってくださいね。そんなんじゃないんですよ。な、それは読めてた。おお、パス通らんかった。
フォーデン買ったらどうですか控え。あーなるほど、フォーデンか、もったいない、もったいないな、フォーデン控え。いやんこれ通るん、マジか、やられた、あぶね、痛い痛い痛い、世代交代マジか、やばいやばいやばい、まだあるまだあるまだあるよ、チンコッコになる、あーやられた、あーあーやられた、コッコさんやられたいやーいやー面白かったな、でもコッコさん、コッコ確定、いやーいいさ、それはダメですよ、ごめんなさい、本当にちょっとコッコさんに、ジージーありがとうございます、コングラチュレーション、コッコさんちょっとライン、あのラインじゃないね、だもうコッコの部屋じゃなくなるんですねジージーコッコさん強かったな、チン、コッコの部屋、ちょっと待ってくださいね、コッコさん強かったな、チンチンオブザイヤー終わるまで仕方ないですどうしよっかな、これは困ったな、まあしばらくひよこっこしましょうか、じゃあ私も今何勝や、15試合やって8勝か、8勝7敗か、チンコッコそれはだからダメなんです、ごめんなさい本当に、ダメです、申し訳ない、そっか、いや悔しかったな、パクが悪いですねぬぎさんありがとうございます、いやーちょっと悔しかったな今のは、まあでも私のまだスキルでも、ココさんうまかったですよね、あの長短のパスの使い分けがねうまいですよね、あれは私にはできない、パクチンポあこらこら石田さんそんなん言うて、そう怒られますよそれ、韓国の方に、あ、ずれた、チンポがいけるなんて初耳です、あえ、どこですかヌキさん、あ、そういうことか、モデレーターのあれでってことか今更感ありますけど、え、試してなかったんですかそれは、まさかの、まさかいけると思わなくて試してなかったとかそういうパターンですかね、 CF6 勝6敗です、なんとか11勝いきたい、あ、本当ですか、スクラッチさんやられた、あぶね、チン、小肌目なのに
あ、そうなんですか。え、どういうこと。あ、嘘、今の入らない、マジでか。ん、あ、そういうことか。こうはダメなのにポーはいけるってことなんか。チンポはオールウェイズオッケー。見つけましたね。ああ、ファンブル。あ、フィーゴ。よしよしよし。チンポッポーとかもいいなんて、今年度最大の発見です。チンポッポー。今年度、早い早い。すごいの見つけましたね、ルーキーさん。あかんかん、読まれた。ネズミ先輩。あ、ポポポポポポポってやつですか。チンチンのパイオニアイッサさんのパクチンポのおかげです。パイオニア。ワイラどうですか、私のスキム珍しい。パクチンポすごいですね。何がすごいんですか。ナイスゴール。ありがとうございます、トレンツさん。今頃決めるなよゴキブリで。本当にコムさんやっぱビビってたんですよ多分。ゴキブリめ。あ、コムさんまたそんなディスって。萎縮した黒いチンチンめ。萎縮した。これちょっと無理か、これはさすがにね。本当にね、ポリターノと変えようかなって悩んでるんですよね。あの、ベラッティ、ベラッティがねいいなと思ってて、そのベラッティ買うお金がないんでね、その代わりにオワイラン打って。なんとなくチーム名がなんとかテレビって書いてあると燃えるのはなぜだろう W。 あ、そうなんですか。なんとかって、あ、すみません危ない。なんとかテレビってなってました。ギルガメッシュ TV の功績。あ、そういうことか。しまった、わからんかった。あ、潰された。よし、よっしゃ、切ってくれる。よしよしよし、いいぞいいぞ。ギルガメッシュ、これ何章ですかね。私9章、9章、9章かな。6、7、8、9、9勝やな、多分。よし、なんとか9勝かな。16試合したんか。
うん、9勝ですね。よっしゃー、もう9勝いけますね。いけますね。あとはもう 2-2 でいけそうですね。とりあえずあと勝率5割でいいです ね。ちょっと気が楽になりましたね。やりますね、ジン・コッコさん。あ、イッサさん、今、9勝7敗9勝7敗なんか。ギルガメッシュコッコにしましょう。負けそうだね。いやいやいや、ヌーキさんごめんなさい。どうしようかな、でも。コッコさんに負けたしな。電池なくなりそうです。あ、本当ですか。どうしようかな、もうこの辺にしときましょうかね、今日はね。最後。うん、そうですね。今日はちょっと、イッサさんの電池もなくなるし、この辺にしときます。明日4試合やって、ね、10位周囲でそのままプレーオフもちょっと何試合かしようか。そして、コッコさんベラッキ引くのか。ねえ。電池んちん。電池、どういうことですか、イッサさん。あ、電池ってことか。ベラッティ行きたいな。ベラッティ月曜日まで待ったらどうなんですかね。もうちょい下がるかなと思ってるんですよね。今70ぐらいですよね、多分。おやすみなさい、寝る。伊沢さん、液漏れしそう。液漏れ、チンチン。ベラッティ、おやすみなさい。あ、ダンさん、おやすみなさい。これ何やろ。あれは強そう。出てこないか。あ、赤いやつか。これか。センチュリオンですか。ね、ちょっと下がりそうですよね。でもみんなあれかな。あれ。酒のつまみのコインパックしてこよう。酒のつまみのパックですか。何でしたっけ、ベラッティ。ちょっとね、今日はごめんなさい、パックちょっと控えさせてください。もう70切ってるんですね。あ、でも70切ったぐらいか。 CFO 紙で流れてきてんのかな。ちょっと被るとね、パック B ができなくなるんで、今あれですよね、トレーフカしか来てないですもんね。このセンチュリオンとこの TOTW リブートアントレーダブルですもんね。これもセンチュリオンファンデーションスパック、これもアントレーダブルですもんね。ダッチさんが昨日ね100入れてくれてるんで、それもまだ課金してないんでね、900あるんで、まあ、ちょっと今日はこの辺で終わらせてもらいたいと思います。皆さん、また明日ちょっと報酬期待したいですね。9勝7敗ですね。このままちょっと11勝はね、なんとかキープしたいなと思います。皆さん、本日もありがとうございました。何でしたっけ、ココさんに負けましたけど、楽しかった、お疲れ様でした。スカちゃん、頑張りましょう。ねえ、明日、スカちゃん、ありがとうございます。ワイさんも、お疲れ、お疲れ、お疲れ。ありがとうございます。ムドさんも、ああ、ワイさんもありがとうございます。また明日もやりますので、皆さんのおかげで今日も楽しくできました。今日はフレモンもね、2試合できて、よかったです。ね、ちょっと、アップデートかかって、私自身はちょっとやりやすくなったかなと思うので、この調子で。お疲れ様んこしょっぱきすごいの来ましたね、ぬきさん最後に終われないじゃないですか、そんなん言われたら。また明日もぬきさん楽しみにしてます。では皆さん、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。失礼いたします。
今日のマンオブザマッチですね。ね、今日のね、本当にね、MVP ヌーキーさんでしたね。ありがとうございました。失礼いたします。